黄色いゲレンデ。さあ、では3代目の入場でございます、はい、ようこそお越しくださいました。どうぞステージへお上がりください。ゆきさんもどうぞ、はい、ぜひはい、はい、どうぞ。ではステージに上がってきていただきましょう。はい、お願いします。いや、見た目はすごく可愛いんですけどね。ねえ、はい、とてもとても可愛いんですけどね。でもそれだけじゃない、それだけじゃないんだよということを、はい、お伺いしたいと思います。はい、どうぞ。では拍手でお迎えください。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ゆきさん、お願いします。お願いします。今回ちょっといじり屋さんの小林さんに、はいはい、一緒に乗っていただいて、はい、去年はステージでご一緒しましたね。ありがとうございました。あれも一昨年いないです。すーびっくりした。月日の経つの速さにびっくりしました。存在感が、そうですね。あ、じゃあ改めまして、はい、自己紹介お願いします。はい、エンドレスの末吉と申します。いつも見ていただいてありがとうございます。毎度ありがとうございます。一応名前言っておきましょうか。謎の人物のまま終わるのもあるので、はい、ガレージイジリアで今日そこでハンバーガーを、はい、売っておりますので、はい、自動販売機で売っておりますのでよろしくお願いします。小林と申します。ありがとうございます。よろしくお願いします。さあ、では昨日は実はこの表彰された車なんですけども、はい、中村志郎賞をお届けいたします。車の説明ちょっとお願いできますか。はい、そうですね。車が、フロンテクーペ GX になりまして、はいはい、で今ちょっと入ってきた時聞いてもらったと思うんですけど、こちら2ストローク、うん、3気筒の独特な車に、はい、うん、なりますね。はい、はい、いわゆる2ストですね、はい、でも綺麗ですね。これ色は、はい、オリジナル の、はい、再現した感じですか。そうですね、完全再現ではないんですけども、はい、当時のカタログ、紙なんで、まあ、印刷とかちょっとね、汗たりしてる場合もありますけど、はい、そうなんです。色合いはちょっと違うかもしれないんですが、はい、その黄色を目安にして、うん、そしてそこに、フルレストアを行いまして、はい、ブレーキサスペンションはもちろん自社のパーツ、はい、エンドレスの、はい、エンドレスの、自分家で作った、はいはい、もので、ホイールは渡辺さん協力していただきまして、はい、ちっちゃいホイールなんですけれども、うちの対向キャリパーをなんとか避けるように作っていただきまして、このホイールが、はい、そうなんです、はい、もう凝縮されてるわけですね、はい、中に。そして最後に、この快音ですね、うん、これ藤坪さん普段のチャンパー作らないんですけれども、はいはい、もうなんとかお願いします、無理やりお願いしまして、はいはい、それを心よく受けてくださって、作らせていただいた、作っていただいたチャンパーになりますね。すごい軽量な無実物のチャンパー入った、はい、すごくいろんな意味ですごい車ですね。いろんな意味ですごく、エンドルさんのね、ちょっとクリームも入って、はい、も入って、はい、いやこれは、それでこの全体は昨日ですね、はい、アワードをね、はい、まあ、私も含めてなんですけども、はい、エグゼクティブアドバイザーの皆さんが、はい、1台っていうのを表彰して、この中村志郎さんがこの車を賞に選んだと。はい、本当びっくりしました。いや、本当に貴重な車ありがとうございました。はい、ありがとうございます。小林さんもありがとうございました。皆さん拍手でお送りください。ありがとうございました。この笑顔が僕は好きなんです。大好きです。ありがとうございます。可愛いな。でも本当に今の企画で言うと本当小さいですよね。一応ホイールは12インチにはなってるんですけど、うん、ここに無理やりエンドレスさんのブレーキを入れたと。ねえ、おっしゃってましたね。はい、もうすぐそこに今日はもう展示で、そうです、ね、今日一日もずっとありますので、そうそうですね、後ほどね、ゆっくりお話を聞かれたり見たりとかしていただければなと、はい、していただきたいと思います、はい、思いますので、はい、自分の乗ってるピクシステーポックと同じサイズ、ね、場所が近いので、そのままそちらにバックして、戻ります。すみません、はい、しかもバックカット小林さんやってくれてありがとうございます。慣れてます。さゆりさん、拍手でお送りください。ありがとうございました。ありがとうございました。